名古屋のジャイアンツファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローインタビューはプロ初勝利を挙げました井上拓人投手です。まずはプロ初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。野手の皆さんが点をたくさん取ってくれたり、ファインプレーで自分を助けてくれたので、すごい感謝したいです。今日は5回まではワンタイガーサンションということで、非常にいいピッチングだったと思いますけれども、今日ブルペンからマウンドに上がって、ご自身ではピッチングどのように分析されますか？まずはテンポよく投げることを心がけて、一球一球丁寧にバッターに向かって投げることを意識しました。去年の5月に肘の手術がありました。オフには育成になって、そして今年7月に再び支配下登録されました。ここまでの道のり振り返っていかがですか？やっぱりなかなかうまくいかないことがいっぱいあったんですけど、トレーナーさんであったり監督コーチであったり、チームメイトの皆さんがすごい優しい声をかけてくれたので、ここまで来ることができました。初勝利のウィングボールしっかりと振り分けてますが、そのボールどなたに渡しますか？家族のみんなにあげたいと思います。さあ、今日1勝目というまず1本目を目指しました。今後に向けての抱負をぜひお願いします。今日のピッチングは最後の点取られてしまったので、もっとゼロを並べられる勝てる投手になっていきたいと思います。本当にこの初勝利おめでとうございます。ありがとうございました。今日のインタビューはこの初勝利でありました井上拓人投手でした。ありがとうございました。